さんおはようございます、今日は5月22日です。今日は底面吸水型プランターと、そして、こちらですね、こちらのマルクシャガールが、植わっています発泡スチロールの、お庭を紹介しようと思います。こちらマルクシャガールね、こんな風に、大きいお花をつけてくれています。こちら実はですね、底面吸水型プランターではなく発泡スチロールの、花壇です。これね、全部自分で手作りしました。ごちゃごちゃとね、見えるかもしれませんね。もういろいろ密に植えてますよ。これは種から育てたニゲラですね。そしてね、植え替えなしですから、こんなにねこぼれ種でシソも終わってます。極力ね、農薬を使わないようにしてるので、シソも食べれますよ。そしてね、ここの間にはこんなにねイチゴも植えてるんです。というのが発泡スチロール、ちょっと見えるとこがわからないかな。ちょっとぐっといきますね。ぐるぐるっと回ってみます。ここですね、ここお分かりになるでしょうか。ここが一番分かるところ、はい、発泡スチロールここにあるでしょ。これに発泡スチロールを2段、野菜のね、野菜、あれ何だったかな、椎茸だったかな、が入ってた、発泡スチロールをいただいてきて、ちょっとねこちらの花壇ずっと入れました。何個だったかな、2、30個近くいただいてきましたね。2段重ねて花を抜いてますね。はい、無編集でお届けしておりますので、時々人が通ったり車が通ったりしたら、無音になっております。声出していません、恥ずかしいですからね。ですね、そしてのこちらの、こちらはですね、リナリアですね。姫金魚草とも言いますね。こちらはこちらのウルオンプランターでね、育てた子がこうせり出してきますね、このように。でここは、はい、ご覧のようにコンクリートです。コンクリートのところですね、こう土がねほとんどないんですけれど、こちらマルパストラムがそろそろね咲き出しそうですね。一部咲いてる子もいますね、こんな感じで。見事です、全部咲いたらね。そして先ほどのね、発泡スチロールの花壇からこのように垂らして、はい、ここ地面ですよ。こんな風にね、クレマチスローグチちゃんです。ローグチちゃんが、咲いております。ローグチですね、去年ここに這わしたんですけれど、とってもねバラに絡まって困ったんですね。なのでローグチ勢い良すぎるんで、こう下に持ってきました。下に持ってくるのにね、どうしたかというと、これですね、ピンをここにあるでしょう。はい、このピンをずっと下に寄せて、ここで咲いてもらっています。このね狭い、50センチほどの花壇ですから、このような工夫をしております。そして、こちらですね、先ほどご紹介してない、
エリナですね。世界殿堂入り花。はい、世界殿堂入り花のエリナです。綺麗にね、やはりこう透明感がありますね。すごく大きくて透明感があります。開いたらもっともっとね大きくなりますね。でね、このようにオルラヤですね、発泡スチロールではありますけれど、小花をねいろいろ入れています。で、発泡スチロールに戻りますかけど、話がですね、発泡スチロールを重ねてですね、ここにねブロックをついてますね、手前に。そしてここにね、イチゴを植えてるんですよ。イチゴがね、こんなブロックの穴の中でも十分イチゴ育つんですよね。で、こういったこうね、早めに取りますね、ランナー、今の時期は。で、これでずっと来ています、植え替えなしに。こんな風にね、イチゴが、腐ってる子もいますね。ということでね、時々食べています。なのでね、ちょっとね農薬はあまりあげたくないんですよね。シソもあの辺でね育ってます。おっと、今日発見、オーシュートが出てますね。いいシュートだ。おー、みずみずしいシュート。はい、こちらは、マルク・シャガールです。ディルバールのペインターシリーズ、マルクシャガールですね。シュートが出ています。こんな風にね大きく育ってくれていますよ。ちょっとピントがボケているでしょうか。はい、そして早くもですね、早咲き品種の2番花が、やはりね早く剪定しないといけないですね。2番花が突き出しました。新しいね芽も出だしましたよ。そしてね、やっぱりこちらですね、正面白く見えますけれど、こちらはねよく手入れはできていません。もうよく手入れしてないんですよね。上の方なんでね、少しは切ったんですけど、ちょっと追いついてないってとこですね。これを切ったらね、早く咲いてくれるのになと思っています。こちらね、クレマチスが咲いてますでしょ。はい、これはエトワールバイオレットですね。そしてね、よく似たのを、ね、植えちゃったんですね。エトワールバイオレット、結構ね紫色ですね。で、こちらちょっと違うんですよね。エトワールバイオレットに似てますけど違うんですよね。この子はね、誰だったかな、アオテアロアですね。アルテアオアロワちゃんですね。で、そしてもうね、残念なことに、ね、ここお手入れできていません。そしてね、このシュッシュッとなってるのは水油ですね。水油、向こうに植えたんですけどね、こちらが東なのでね、水油このように出てきていますね。シュートといえばね、こちらの、花壇ですね。この発泡スチロールの、発泡スチロールの花壇に植えています。この子ですね。はい、コーネリアちゃん。コーネリアちゃんね、発泡スチロールですけれど、このようにシュートが出てきてくれてますよ。発泡スチロールでも十分育ちますし、ここのね、間に、ズコッとね
鉄骨入れてるんですよね。鉄骨を入れた中に、土を入れて、さらにイチゴを植えています。イチゴ植えて毎年イチゴは苗が取れますのでね、更新できます。なのでね、このブロックの上に上がって、冬はここ誘引していますのでね、誘引作業全部一人でいたします。一度も手伝ってもらったことはありませんね。誘引作業をするので、ここのねブロックはいつもね踏んじゃうんですよね。なのでイチゴは植え替えですね。そしてこちらですね、ちょっとねぐちゃぐちゃにこうなってるかと思うんです。白い枠、これも自分で組み立てましたですね。はい、このように、エンジョイローズガーデンのにはね、むちゃくちゃですね。もう何でもやっちゃえですね。はい、先ほどね、無音で画面を流しましたのはウーロンプランターですね。こちらも一部、こちらが、ですね、発泡スチロールの花壇が、できないので、こちらねウロンプランターですね。これはミニバラですね。フォーエバーローズミニバラ。ちょっとね日差しがきつくなったんで、ちょっと綺麗にね映像が撮れないですね。こちらはミニバラです。そしてね、結構このクレマチス春姫ちゃん持ってますね。ここ2週間ぐらい咲き続けです。そしてこちらがピンクパラダイス。でピンクパラダイスちゃんね、去年も瀕死の状態で死にそうです。10センチぐらいに、ね、ちっちゃくなったんですね。そしてウルオンプランターに植えたら、なんとなんと、ほい、シュートが出ました。すごく喜んでいます。このようにね、小花も楽しんでいます。こちらもね、ここがね暑くなるね、駐車場のコンクリートですけど、このように小花も一緒にね咲いてくれています。こんな感じですね。はい、見えるかしら、見たらこんな感じですね。はい、でコンクリートのお庭に咲いています。でこちらはね、底面給水型に私が改造した、プランターですね。穴を開けて空気層を作りました。こちらはセリアですね。セリアで購入した100均ですね、100均のプランターですけれど、DIY でねちょっと改造して作りました。結構ね水やりしないんですよね。こちらはマンダリナクルダーナですね。立派にあの花をね咲かせそうです。高いでしょ、30センチぐらいですね。そしてこちらはルシンドコルダーナ、もうだいぶね取ったんですけど、こう垂れた感じで咲いてくれますね。ルシンドコルダーナですね。そしてこちらがもうカフェローズ、もうだいぶ花を切りましたけれど、たくさん咲いてくれました。底面給水型プランターはね、そうね、ガーデン、あんまりね水やりできないガーデナーさんにはね、とても助かると思います。私もねほとんど水やりせずに行っていますので、この辺りはね水やりしますよ。だから水やりする部分としない部分と分けていますね。そんな感じでございます。こちらは今日ご紹介したのはこちらですね、こちらの発泡スチロールで育てた花壇と、そしてウルオンプランターの花壇をお届けしました。おお、花むぐりがやってきましたね。こんな感じで、この上にはねフロレンティーナちゃんがね、いますね。次々とね、まだまだね
お花を、楽しめそうです。ちょっとね、画像が悪いですね、光が。申し訳ございません。はい、今日はこのようにコンクリートのお庭に、作った花壇からお届けいたしました。発泡スチロールの花壇です。ちょっとね、こちらに見えますね、こちら、はい、こちらはね、もう割りかけですね、ステンレススティールですね、ニコライ・バークマン、福山ローズのお母さんです。最後までご視聴ありがとうございました。はい、今日も、ほぼ無編集でお届けしました。